こんにちは、ココです。今回は劇場版ナルトに登場するボスキャラについてまとめていきたいと思います。ナルト映画は13作品ありますが、その中でボスが登場したのは11作品。どのキャラも原作にはないぶっ飛んだ能力を持っていて、作品を見た時は絶望感がすごかったですよね。でも大体最後はナルトの螺旋丸でメタメタやられます。今回はそんな劇場版の魅力的なボスたちをまとめてみました。中には本編で奇跡の再登場を遂げているキャラも。それでは早速見ていきましょう。風花怒涛大活劇雪目忍法帳だってばよ。雪の国の有力一族の一人、兄の宗節を退けて雪の国を支配しようとしていました。宗節はヒロイン藤風幸恵の父にあたります。怒涛は最新のチャクラの鎧を装備し、圧倒的な強さでナルトたちを追い詰めますが、サスケの千鳥によって鎧の核に傷をつけられてしまい、最後はナルトの螺旋丸で倒されました。怒涛は氷遁を使うことができ、黒竜暴風雪と蒼竜暴風雪という術を得意としていました。黒竜暴風雪は手から黒竜を繰り出し相手を攻撃する術で、蒼竜暴風雪はその黒竜を両腕から放出する術です。さらにその竜を組み合わせることで巨大な竜巻を起こすこともできます。最後大激突幻の地底遺跡だってばよ。世界平和のために活動しているといういかにもおさんくさい老人、普段は人が良さそうに振る舞っているものの、本当は自分の理想郷を作るために村を襲撃して大勢の犠牲者を出したサイコ野郎です。それを隠して自分が滅ぼした村出身のテムジンを利用しナルトと戦わせました。ハイドは右手につけたゲレルの石というアイテムによって鉱脈からエネルギーを吸収し、驚異的な回復能力を発揮します。しかし最後はテムジンとナルトの力を合わせた螺旋丸の前に敗北しました。ジャバダバ大興奮三日月島のアニマルパニックだってばよ。月の国の大臣だったものの現国王を殺害して事実上の国王に収まった卑劣な男、その後手下を使って王子やその息子護衛のナルトたちも殺害しようとします。自分の命令に背いた部下を撃詰めしたところ、部下が切れて反撃、術によって体を石化させられ、最後はナルトの螺旋丸で体を砕かれ死亡しました。ナルト少年時代にすでに人をやってたんですね。ヨミ毛量劇場版ナルト疾風伝。ヨミは毛量という魔物を復活させて世界を滅ぼし千年王国の完成を企む忍び。ヨミは毛量の封印を解いた上で自らを生贄にして一体化しました。毛量は平和領という傀儡の一種や幽霊軍隊を操る力を持っています。最後はナルトとヒロインシオンの力を合わせた超チャクラ螺旋丸の前に敗れました。神の絆。表向きは医者として振る舞っていたものの、その正体はかつて木の葉に滅ぼされた空の国の王者。神王の目的は霊美を使って世界を征服することでした。霊美とは人のマイナスの感情をエネルギーにする化け物で、体から無数の触手を出して攻撃します。神王は霊美と一体化しナルトとオロチマルのお使いできていたサスケを追い詰めますが、最終的に二人の連携攻撃で霊美を引き剥がされ敗北しました。ヒルコ火の意志を継ぐ者。元コノハ学園の忍びで見た目は少年ですが、実際は伝説の3人と同世代。3人のように強くなれないことを悩み、動物実験によってキメラの術を編み出しました。しかしこの卑劣な実験が里見バレ抜け人に。キメラの術は対象の忍びの術を自分のものにするというもので、ヒルコは忍びを連れ去って4つもの決定限界を奪いました。ヒルコの最終目的は自分が最強の忍びだと示し世界を征服すること。最後はナルトの封筒螺旋手裏剣を吸収しきれず敗北しました。ムカデ安禄山ザ・ロストタワー。砂隠れの抜け人で傀儡使い、かつて栄えた都市ローナンにタイムスリップして権力を握り、秘密裏に傀儡兵団を作っていました。その最終目的は世界征服と歴史の改変です。ムカデを追っていたナルトたちもローランにタイムスリップし、そこでミナトたちと出会います。陰謀を暴かれたムカデは傀儡兵と一体化し襲いかかりますが、ナルトとミナタの合体技対極螺旋丸の前に敗れました。ムク、サトリ、ブラックプリズム。忍び専用の監獄であるホオズキ城の城主ムイの息子ムクは極楽の箱を開けるための生贄になり命を落とします。極楽の箱は何でも願いを叶える力があると言われていて、ムイは故郷の草隠れの復興のために箱を開けようとしていました。しかしいざ箱が開くとムイはムクの復活を願います。ムクは再び姿を現しますが、箱に飲まれたムクはすでに悟りという化け物と化していました。ムクはこれまで極楽の箱の生贄になった人間を操って襲いかかり、ナルトが千人モードで応戦。
最後は無意の術式と螺旋手裏剣によって死亡しました。仮面の男、波風メンマ。メンマは限定つくよみの世界に住む狐の面をかぶった男で、ナルトの 2P カラーみたいな姿をしています。見た目はナルトに似ているものの、非常に残忍で凶悪な一面があり、性格はナルトと正反対。限定つくよみとは、オビトが作り出したパラレルワールドのような世界です。オビトの目的は、限定つくよみによって無限つくよみの作用を確認することと、メンマを利用してクラマを手に入れることでした。メンマはオビトと手を組み、コノハ隠れの里を壊滅状態に陥れようとします。最終決戦では黒キュービの封印を解いてナルトに襲いかかったものの、クラマが一時的にナルトに協力したため敗北。その後はオビトに体を乗っ取られ、踏んだり蹴ったりでしたが、最後はナルトがオビトの術を破り、正気を取り戻すことができました。大津月トネリザ・ラスト。月に移住した大津月羽村の一族の最後の生き残り。パッと見優しそうなイケメンですが、傲慢で短気な一面もあり、目的のためであれば手段を選ばない性格。トネリはチャクラを用いて争いに明け暮れていた地球の民を滅ぼし、自分が創造主となって新たな世界を作ることを目的としていました。この目的を達成するためには、天聖岩という輪廻岩に匹敵する道術を開眼する必要があります。天聖岩の開眼条件は純度の高い白岩を移植すること。そのためトネリは花火を誘拐して白岩を強奪。さらに新たな世界を作る時のために、ヒナタを花嫁として迎えようとします。トネリはヒナタを誘拐した後、その気持ちがナルトにあると気づいてブチ切れ、無理やり結婚式を挙げようとするなど、顔に似合わず DV 男です。天聖川を開眼すると、月を動かして地球に落とそうとしますが、そこにナルトが乱入。グラマモードのナルトと天聖岩チャクラモードのトネリが激突しますが、トネリは月を真っ二つに切断するほどの強力な攻撃を繰り出しますが、天聖岩の本体のようなものが暴走して敗北。地球で先祖の箱を訪れて自分の過ちを認め、一人月で静かに生きることを選びました。映画だけのゲストキャラと思いきや、ボルトで奇跡の再登場。トネリはボルトの夢の中に現れ、君はその目で世界の運命を背負うことになるとお告げを残します。その後は大津月の使者としてやってきた浦敷と対峙し、その目論みを止めようとしますが、1万年の時間凍結をかけられ、人知れず戦闘不能になりました。やはり味方になった後の敵キャラは活躍できない運命なんでしょうか。大津月桃式、ボルト、従者の金式とともに地球に現れた大津月一族。かぐやが裏切ったことを察知して地球に降り立ち、美獣のチャクラを奪って神女を植えるためにナルトたちに襲いかかります。桃式は両目に白眼、両手に輪廻眼を持ち、それぞれ異なった能力を宿していました。右手の輪廻眼は相手のチャクラや術を吸収する能力、左手の輪廻眼は右手の輪廻眼で吸収した術の威力を高めて放つ能力です。桃式は中二試験会場を襲撃してナルトを拉致し、キュービのチャクラを奪おうとします。しかしサスケとボルト、そしてタザトの影たちが救出に向かい、桃式の目論見を阻止。追い詰められた桃式は金式を先端に変えて吸収し、鬼のような姿に変貌して反撃に出ます。最終的にナルトとサスケの最強コンビ、そして親子の力を合わせた螺旋岩の前に敗北したものの、実はこれでは終わりませんでした。ボルトの体に自分のバックアップファイルであるカーマを刻み、虎視眈々と復活の時を待っています。ネタバレになるので伏せますが、漫画版では一時的にボルトの体を乗っ取って取り返しのつかないことをしてかしました。気になる人はボルトのネタバレ動画をチェック。まとめ以上、ナルトの映画に登場するボスキャラについてまとめてみました。映画版のボスだけあって使用する能力が特殊なものばかりでしたね。今回はボスだけの紹介でしたが、他の敵キャラが使う能力も個性的で面白いので、気になった人はぜひ映画本編も見てみてください。皆さんが印象に残っているボスキャラは誰ですか？コメントお待ちしてます。